ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は Amazon の方で新しいセールがスタートしましたのでご紹介したいと思います。それがこちら、今画面に表示しています、ファッション秋のお出かけタイムセール祭り。これが今回のセールとなります。毎回同様期間限定で開催されるセールで、今回は9月12日。 月曜日のの時59分ままでのセールとなっています実はもう今日も朝からマサルはいろいろと買い物をしていてこちらとりあえず初日に買った金額が8万2170円となりました実は ちょうど一つ前のタイムセール祭りで3日間で合計20万円近く買い物をしてしまった関係、今回は少し節約しようと思っていたんですが、結局いろいろと欲しいものがあって、8万円以上初日だけで買い物をしてしまいました。この動画をご覧の中には、マサル同様、今月は新しい iPhone、 来月は新しい iPad を購入しようと思っている方もいるかと思いますので、まあ、今後何か欲しいものがある方はちょっとマサるのようにここまで爆買いしなくても今回のセールは控えめにしておくというのもいいかと思いますとはいえセールですので色々とお得な情報もありますので今回はちょうど今お金を使うことができるという方のために今回どういったセール商品があるのか 最初は Amazon デバイスそして後半はパソコン関係でセールになっているおすすめ商品をご紹介していきたいと思いますではまずは Amazon デバイスとして今回セールになっている商品をご紹介したいと思いますまあ実は今回は Amazon デバイスセールになっている商品少なめになっています主な製品としましてはこちら Fire TV Stick テレビに接続することによって、えー、Amazon のプライムビデオだったり Netflix、Hulu など映画見放題系のサービスを利用できるというものになっています。 テレビによってはもう最初からそういう機能、ネットに接続する機能が組み込まれているテレビもありますが、少し古いテレビの場合、そういった機能が省かれている場合もあったりしますので、そういう場合はこういった製品を接続しますと、あ高級なテレビと同様の機能をつけることができますので、おすすめと言えます。今回はこの2つのモデルがセールになっていますが、どちらの方がおすすめかと言いますと、こちら、上位機種であり、そして最新モデルでもある、 ワイヤー TV スティック 4KMAX こちらがおすすめです単に 4K に対応しているというところだけではなく最新モデルということもあり内蔵の CPU のセクトも速く細かい操作するにもサクサク動きますのでより快適に操作できるのはこの 4KMAX の方になり価格差もそこまで大きくありませんし今回はセール価格という 4180円の価格で購入することができますのでそういうことをおかみしてもこの上位モデルの方がおすすめですあとは今回こちらこちらもおすすめの商品でちょうど今マスルが愛用している電子書籍端末 k i n d e r ペーパーホワイトシグネチャーエディションとなります今回から初となるワイルスチュー,ーに対応しており 特別な充電器がなくても一般的な地位対応の充電器であれば充電することができますのでスマホで使っている置くだけ充電器で充電することができるなどケーブルの抜き差しも必要になくなりとても使いやすいモデルとなっていますもう全世代のモデルからずっとこのペーパーファイトは活用していてディスプレイも高解像度で文字もくっきりと見やすいディスプレイとなっていますので こういいっった電電子子ペーパー対応ののの中では一番おすすめのモデルとなっていまあそれは発売直後に購入したためセール価格では購入できませんでしたが今回はセール期間中ということもあり本来は2万円台後半する製品が1万9980円と1万円台で購入することができるようになっていますのでもし気になっていたという方は今回購入することをおすすめしたいと思います。 とりあえず、今回のセールでは Amazon デバイスとしてはそこまで多くの製品はセールになっておらず、ただ、おすすめの Kindle Paper h i t h Signature Edition が登場していたり、便利な Fire TV Stick シリーズがセールになっていたりと、ちょうど紹介したこの辺の製品まだ持っていないという方は購入する絶好の機会と言えます。そして、今回はこういった Amazon デバイス、 だけではななく、バスコン関係もセールになっています。まずは最初価格が安いモデルを紹介した後でそれも一押しのモデルを後半ご紹介したいと思います最初にご紹介する価格が安いモデルというのがこちら整備済み品ということで要は中古品ではあるんですが 大手メーカーのメジャーな製品が安く購入できるサービスが Amazon では提供されていますそういったサービスがちょうど現在はセール期間中ということもありさらに安いセール価格で販売となっています例えばこちらはレッツノート CFLX6 という型落ち品ではありますが14インチのフル HD ディスプレイを搭載した小型ではありますが高解像度のディスプレイを搭載したモデルになります CPU の世代は7000番台ということで、もう今からだいぶ前の世代にはなってしまうものの、十分実用的なモデルと言います。で、まあ、その後、父に聞いたんですが、まだ会社で使っている PC などは7000番台の Core i シリーズを搭載した CPU もあるそうです。ですので、現代の仕事などの現場でもまだ十分使える世代、7000番台の CPU ということで、 え、購入しても決して全く使えないというわけではなさそうですので、処理性能的にも、そして何といっても科学的にもお勧めできるモデルと言えます。本来ならば、このレッツノートシリーズは新品で購入しますと、スペックが高いモデルはもう30万円を超えてしまうんですが、今回は整備済み品ということもあり、こちら4万4800円で購入することができます。とにかく、 価格の安いモデルが欲しいという方は例えばセレロンとかアトムとか搭載したような低価格なモデルを購入するよりは中古品でいいのでちゃんとしたスペックのモデルを購入することをお勧めしたいと思いますそして予算のある方の場合は普通に最新モデルを買われることをお勧めします選び方はいくつかあるんですがゲーミング PC それから動画編集にも使いたいという場合は ASUS のモデルなのが無難な選択肢でおすすめです特に何がおすすめかといいますとディスプレイです一般的なゲーミングノートはディスプレイがフル HD の解像度しかないということが多い中 ASUS の一部製品はこのように WQXGA というフル HD の1.5倍はいかないんですがさらに高解像度のディスプレイを搭載しています これによって画面上に多くの情報を表示することもできフル HD ですとどうしても例えば画面をフル HD でキャプチャーしたいという場合は画面全体をキャプチャーしなければいけないんですがこのように WQXGA などフル HD を超えるディスペイルを搭載したモデルの場合は画面上の一部を切り取ってもフル HD にすることにできますので特にマスのようにちょうど今やっているような パソコンの画面をキャプチャーしたいという場合にも、こういった高解像度のディスプレイを搭載したモデルというのは使いやすいので、今回おすすめモデルとしてこちらのモデルをご紹介しました。その他の基本スペックは、ディスプレイサイズ16インチ、CPU が Core i9-12900H、メモリ32ガ、ストレージ 2TB、グラフィックが RTX3070Ti と、 とにかく全てのスペックがモリモリのモデルとなっています。本来ならばこのモデル約40万円するモデルなんですが、今回セール期間中ということもあり、34万9800円のセール価格となっています。そしてもう一つ今回のセールでおすすめモデルはこちら。14インチととても小型なモデルにはなるんですが、ハイスペックな CPU。 メモリ、ストレージを搭載したモデルになります。ROG z e p h y r s G14 というモデルとなっていて、こちらは CPU が Ryzen 7の 6800HS。最新の Ryzen を搭載しているほか、メモリも 32GB、ストレージも 1TB、グラフィックスが RT-RX6800S。こちらは CPU GPU ともに AMD のものを搭載したモデルになります。そしてやはりディスペイは WQXGA というフル HE の約1.5倍の高解像度のディスペイを搭載しており、こちらも使いやすいモデルとなっていますので、こちらもあえて取り上げてご紹介したいと思います。価格につきましては、かなり安くなり、通常は約29万円の商品が25万9800円で購入することができます。 例えば、マウスコンピューターなど、そういったところで購入する場合は、メモリ容量、ストレージ容量などを自分好みにカスタマイズして購入することができ、要は BTO に対応したパソコンを購入することができるんですが、こういった Amazon で販売されているモデルは、スペックを購入する際にカスタマイズするということができず、自己責任でパーツの交換をしなければいけないというところがあります。 慣れている方の場合は全く問題ないんですが、保証が受けられないというところがあっていたり、そういうことが苦手という方もいますので、こういう Amazon などの通販ショップで購入する場合は、最初からちゃんとしたスペックのものを買っておくというのが重要になります。ですので、一つ前にご紹介したモデルもそうですが、このようにカスタマイズしなくていいように、メモリが3 2 g あったり、ストレージも失出れがあったりと、 最初からちゃんとスペックの高いモデルを選んでおくということが重要ですので今回はあえてこのような少し価格は高いんですが後々いじらなくていい満足できるモデルというのをご紹介しましたそして次にご紹介するモデルはおすすめモデルというわけではなく購入する際に注意しておかなければいけないこれは今回のセール 全般に言えることなんですがちょっと注意事項がありますので最後にご紹介しておきたいと思います何かと言いますと例えばこの製品 DEL のゲーミングデスクトップ PC ということでセール価格で44万9820円、まあ、そもそもハイスペックなモデルですので、ね、こう価格は高いというところはもちろんなんですが重要なのはこれまでの価格です セール価格でこの価格ということで一見すると価格がとても安くなっているというふうに見えますが過去の価格例えば過去1ヶ月の価格の推移などを見ていきますとこんな感じこのグラフの見方としましては価格その時期例えば8月25日時点の価格はこれ9月9日時点の価格はこれというふうに 価格のグラフがこちらに掲載されていますこのモデル実は8月から9月頭にかけては45万円で販売されておりそして今回のセールが始まる直前は約50万円に値上がりしそしてちょうど今ここセール開正中は約45万円ということでこれ何を意味しているかというと 実は元の価格が45万円で今のセール中の価格も45万円ということで全然セールになっていないんですがあえて価格が安くなった風に見せるために直前だけ50万円に値上げしているという製品になります実はデルのパソコン関係はあえてこういったあまあ工作のようなことがやられているモデルが多く今回あえてデルの製品をおすすめという風うに紹介しなかったのがそのためです この製品のように、あえて安くなっているように見せかけるために直前だけ一気に値上げして、そしてセールがスタートしたら値下げする旧商品がパソコンに限らずいくつかありますので、えー、こういった Amazon のセールは月に1回は開催されるんですが、ちゃんと過去の価格も調べた上で購入することをお勧めします。今回はちゃんと過去の価格と比べても、あちゃんとセールと言えるような値引きがされているこちらの a c スの製品を おすすこういうふうにアマゾンのセールもちょっと攻略する際に注意がありますのでそういったところを注意した上で利用するといいかと思いますということでいかがだったでしょうか今回は今月も Amazon の新しいセールファッション秋のお出かけタイムセール祭りがスタートしましたのでセールになっている Amazon デバイス ノートパソコン関係をご紹介しましたまた、あ、冒頭で言った通り今月は iPhone の発売がありますしそして来月はまだ公式には発表されてないもの新しい iPad の発売もありマスもそれら購入しますがそのようにこれからいろいろと秋のタイミング購入する製品が多いという方は、まあ、なるべくお金を使わないように今回のセールはスルーするというのもいいかと思いますが 買い方としては例えばこれから購入する新しい iPhone 用のケース保護ガラスなどを買っておくそういう買い方などはいいのではないかと思います、まあ、それの場合は、まあ、いろいろと欲しいものがあってもう初日の段階でこちら8万2千円分買ってしまいましたがこれから秋年末商戦に向け新製品ラッシュも続きますのでなるべく必要なものだけを買う というのが節約するポイントになってきますので無理に高いものを買う必要はないかと思いますまた今後もおすすめ商品ありましたら明日以降の動画でいろいろとご紹介していこうと思いますのでその辺気になる方はグッドボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそして今回ご紹介しましたおすすめ商品販売ページのリンクは動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください 今回は以上です。